こんばんは先々週あたりからタイムスリップしている川村です昔懐かしいものの話をしていると「あなんだっけあれ?」っていうものに出会ったり別の角度から一回弾いてみることができてまた違った発見ですとか答え合わせをしているみたいな状況になることがありますがまず私が前回ファミコンソフトのお話をしていく中で。 どんな思い出のファミコンソフト検索にも載っておらずランキングにも出てこないけれどうちのおもちゃ箱には確かにあった蛍光ピンクの箱あのゲームあれなんだっけで誰もが遊べるルールだっただけれども私しか持ってなかったんでそれやるときだけ優越感を持つことができたもの名前なんだっけ蛍光ピンクパズルなんかサイコロ出てきたような で、こう、地味一に探して出てきました。パラメです。スッキリしました。パラメです。この響きを聞いた時のこのスカッとした感じ。答え合わせを終了。そして、ファミコンといえば、どのランキングでも必ず1位か2位。あのおじさんです。あのおじさんに初めて会ったのは忘れもしません。幼馴染みの お姉さんに、流行り物をめぐるよくありますね。知らないのって言われながら、スタートボタンを押されて。このげのおじさんが、ペー大きくなったりして、ブレイブレイブレイ敵とか倒しながら、ペコペコペコ。お姫様を助ける冒険の旅に出る話なのね。って言って、ポールにある旗がピュークリアですね。チャララララ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 ララ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 ラ なんじゃこれはと。当時はもうやってみたい。クリアしたら次どんなだろう。いろんな技知りたい。っていうのがムクムク湧き上がるのと同時に、こんな面白いのを考える人たちの頭ってどうなってんだろう。どうやってこの世界が生まれたんだろう。もうやっとしますよね。そこをズバリ任天堂の社長が、社長が聞くって、 っていうインタビューで見事に解き明かしてくれている言葉たちに出会いまして生みの親の一人である宮本さんによると、まあ、当時のファミコンの能力を最大限活かして陸海空を駆け抜けるゲームを作りたいっていうテーマのもとにスーパーマリオが作られたことどうしてヒゲ親ヤかっていうと簡単な絵の描き方で人らしく表現するのに鼻とヒゲ 髪の毛描くより帽子。動き分かりやすくするにはつなぎ、オーバーオール着てんのがいい。で、ミスタービデオっていう名前だとなんだからアメリカの人がマリオってつけた。で、マリオの誕生ですよね。して、カメっていうのは、下から叩くとひっくり返るけど、しばらく経つと元に戻るやつっていうのを探してて、まあ、マリオブラザーズの時にそれが生まれた。で、コインは、 誰が見てもこれ絶対欲しいって思うものっつったらお金でしょうでキノコはワンダーランドといえばキノコでしょっていうこのノリそんなのもありつついろんなソフトのいい部分を入れたいのでエキサイトバイクのワープの機能が入ってたりとはいえメモリは大きくないので亀の踏む時のへこって音と泳ぐ時のへこっていう音が同じっていう工夫もしてあったり当時の最先端のことと 知恵と工夫がギュって詰まった1の1っていう私が衝撃を受けた最初の面は一番最後にできたっていうこと。これは社長のやっぱりインタビューでその宮本さんと一緒にマリオを作った手塚さんと中郷さんが喋ってるわけですが。でもこの総力を結集したスーパーマリオブラザーズできたーって嬉しいって喜んでるのはせいぜい3時間ぐらいで次ゼルダだから。 って言って次々新しいゲームを生んでマリオ自体ももう3人がおっしゃってるようにそれ自体がマリオっていうジャンルになっちゃうぐらい全世界で大ヒットしたわけですがあのマリオの世界のワクワクする元を紐解いていくうちに今の自分がサラリーマン生活でもすごく役に立つなという言葉などに出会いましてまず宮本さんが ある時は観客の立場に。ある時は遊び手の立場になって、試行錯誤を繰り返す。で、手塚さんと中郷さんも、お客さんを裏切ってはダメ。気持ちよくないことはしない。これドカーンと来まして。当たり前のことなんだけれども、こう実績がある人が言うとパワーが違いますね。 どうしても仕事をしてると相手も人間で同じ心を持って受け止めるんだよっていうのを忘れてたりするもので。そして、このマリオが生まれて24、5周年ぐらいの頃のインタビュー記事によると、毎日この3人がほぼ一緒にお昼ご飯を食べていると。で、土日にあった面白いことを報告したくてしょうがないので、 月曜日会社に行くのが楽しいってしみじみ語っている。お互いを尊重できてご飯を一緒に食べてなごめる。そういう仕事仲間、いいですよね。さらに嬉しかったのが、そういう時に子供の頃夢中になったものの話をよくすると、たまには、あれ好きだったなって当時のこのキューンとする感覚とか、熱量とかを取り戻すのって悪くないんだな。 そこでもらったパワーを前に向けて4月。また来週です。